皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。皆さん、お元気ですか？元気ですか？ Oh, yes! 私、竹澤勝成は、ステレオキッチンというバンドを組んでおりますが、組んでおりましたが、こちら、ステレオキッチン初のフルアルバムが完成いたしました。Oh, yeah! イェーイ！で、これはね、先日、7月末の解散ライブで初めてお申し込み受付をさせていただいたんですけれども、この度、2017年の8月14日、月曜日、明日ですね、午前10時から、インターネットでのお申し込み受付も開始することになりました。おいえーい、こんな感じでね、12曲入って、様々なジャンルが網羅されている楽しげな1枚となっておりますので、よかったらご検討くださいませ、ということでございます。そして、なんと、2017年8月いっぱい中、8月中にお申し込みの方に限り、限定特典としてメンバー3人のサインが入った状態でお届けという感じになります。ちょっとアルバム欲しいな、買ってみようかなという方は、ぜひ8月中にお申し込みを済ませておいてくださいませ。なんかすごい楽しげなアルバムになっているので、ぜひご検討いただけますと幸いでございます。そしてそれに合わせて、ステレオキッチンのこういうね、オリジナルタオルのグッズとかもありますので、そちらもぜひご検討ください。で、ちょっと新しい新規のものとして、こういうアフタービートのグッズもあるんですよ。これちょっとマルシェバッグっつって、その大きいバッグなんですけど、ちょっと僕普段使いしてるからね、こんなボロボロなんですが、こんなマルシェバッグとかもあったりとかします。結構いろいろ入ります。でかいです、でかいです。結構いろいろ入ります。こういうマルシェバッグとか、あとアフタービートのタオルとか、そういったね、新規のアフタービートグッズの受付に関してもスタートしますので、ぜひ、そちらもご検討いただけますと幸いでございます。ということでございます。で、CD、ちょっと買ってみようかな。面白そうだな。でも、どんな曲が入っているのか気になるな。そう思った方は、ぜひ、サウンドクラウドを利用してみてくださいませ。概要欄の方にサウンドクラウドというサービスの URL を貼っておきます。そこをポチッとクリックしていただくと、このアルバムの曲の中の一部が丸々、そのまま、聴ける状態になっております。いろいろバラバラっと聴いてみて、あ、ちょっと面白そうだな、買ってみようかなと思ったら、ぜひ、8月中、8月いっぱい中にお申し込み、してくださいますと、これまた幸いでございます。このチャンスを見逃すな。それぞれ3人のサインを集めるってめちゃむずいぞと。滝沢は結構いろんなところ行くけどね、池ちゃんちょっとね、なかなか行かないからね、神奈川に来なきゃもらえないし、久保さんが多分一番レアキャラなので、3人コンプリートするのはすげえ難しいことになるから、ぜひ8月中にご検討いただけますと幸いでございます。ということでございます。はい、以上。そんな感じかな。まあね、その解散してしまったけれども、なんかこうね、皆さんの中で少しでも何か残ってもらえればいいかなと思って、頑張ってアルバムを作りましたよ。本当によかったら、ぜひお手元に1枚持っていただけますと幸いでございます。で、これトートバッグとかもね、まあ、ちょっと僕はそのデザイン起こしというかしてるんですけども、まあ、これを描いた人がいて、この描いてくれたやつを写真撮って、トレースしていられに突っ込んでみたいな感じでやってるんですが、こういったものもですね、頑張って着々作っておりますので、まあ、よかったらご検討いただけますと幸いでございます。ということです。はい、以上。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。